さあ今回はゲストの上田仁選手も出場されました。男子ワールドカップ2018年を振り返っていきました。竹さんいかがでしたか。いやもう上田仁 is on fire。まさに <laughs> ですね。<laughs> もう素晴らしい大活躍。師子粉塵というはこのことだなというふうに私も思いましたね。んなんかねこう落ち着いた卓球ジャパンの本当落ち着いた紙解説をしてくれる、はい、上田選手とは全く違う、はい、なんかもう。 シュッとこフォーカスが、ね、研ぎ澄まされた、はい、もうキュッ 他に突きまされて上田選手をこれもたっぷり見れると思うんで、ね、その方たちを楽しみにしていただきたい。いや、それをね、はい、ご自身に解説していただくっていう贅沢な会ですよね。平野さんいかがでした。いやもう当時の感動再びっていう感じですね。うん、いやもう私は現地で試合を見ていたので、あそうそうこんな感じこんな感じっていうような、うん、あのすごい懐かしい気持ちにもなりましたけど、もやっぱり当時もね水谷選手がちょっとねいない中で、うん、やっぱり精神的な高橋だとなって戦っ ね、もう決勝まで導いてくれた上田選手とともになんか今回はすごくゾーンに入ってたっていう言葉が多かったので兄貴って呼びたくなる感じでしたなね。い <laughs> う感じでいう感じでしたね,、はいはいね。上田選手はちょっと恥ずかしさもあったと思いますけど、はい、いかがでしたそうですねいろんな意味で鳥肌が立ちましたね。<laughs> ねあの恥ずかししさもあり当当時をこう思いい返してあ本当にあすごいこう 今までにない経験をできたなと、うんうん、そういった意味で非常に、まあ、ありがとうございますこちらこそです団体戦の魅力がたっぷり詰まった回になってますね。すねはい、ぜひご覧ください、はいはい、お楽しみに